第370潜水艦は、第日本帝国海軍の潜水艦。E361 型潜水艦の10番艦。以下、日本海軍の潜水艦名は、E370 戦闘と略記する。1942年の改め後計画第5475艦。1943年12月4日に、三菱重工業神戸造船所で起航。 1944年5月26日に浸水。同年9月4日にサセ佐世保鎮守布石。同日、第11潜水船体に編入。11月4日、第7潜水船体に編入。その後、海天島再艦へ改装される。アメリカ軍の洋島侵攻に対し、E370 戦と E44 戦。 E368 戦で回転特別攻撃隊地はや隊を編成。E370 戦は大津島基地で回転動きを搭載して2月21日に出撃し、未期間となった。アメリカ側記録によると、26日日の出頃、洋島からサイパンへの機と戦団を護衛していた米区地区間フィニガンは、洋島港沖合で、 浮上構想中の潜水艦をレーダーで発見し、船団から分離して潜水艦に向かう。それから8分後、レーダーの交点が消え、潜水艦は急速先行していった。0659、フィネガンはソナーで潜水艦を探知し、ヘッジホックを投下するも失敗。続けて、炸裂振動を深く設定した爆雷13発とヘッジホックを投下。1000? 炸裂震度を中心度に設定した爆雷13発を投下。5分後、深いところからくぐもった爆発音を聴取。間もなく大量の気泡が浮かび、続けて海中での小爆発を聴取。そして重油の流出と潜水艦のものと思われる残骸が浮かんでくるのを確認し、残骸を回収した。これが E370 の最後であり。 艦長の藤川進隊一下回転搭乗員5名、回転整備員5名を含む上院94名全員戦士。その位置は北緯22度45分、統計141度27分。3月14日、洋島付近で沈没と認定、4月10日に除籍された。藤川進隊以。 1944年9月4日から1945年2月26日、戦死。ありがとうございます。